海上自衛隊の対艇型潜水艦の3番艦、ジンゲイが就役予定で、現在、最終調整中央の情報をキャッチしました。今回は、最新鋭のリチウムイオン電池搭載ジンゲイ、潜水艦就役を詳しく見ていきます。兵装面では、新型の人は、知識長魚雷やアメリカ製のハープーン巡航ミサイルを、装備も、はや海底の神のようですね。長距離兵器の運用能力などが向上マジでやばいかもしれません。来月の2024年3月、海上自衛隊には、最新型の対艇型潜水艦の3番艦にあたるジンゲイの就役が予定されており、現在のジンゲイは、就役に向けた最終的な調整が行われている段階にあるとめされている。対艇型潜水艦の3番艦として、就役を間近に控えたジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所で建造が進められた艦艇であり、一昨年の2022年10月に、進水と命名を終えた後、最終偽装や隠しテストが実施されてきた。すでに、海上自衛隊では、この最新鋭の対艇型が、1番艦、対艇は、三菱重工業者の神戸工場が、2022年3月、2番艦の枠ゲイは、川崎重工業者の神戸造船所が、2023年3月に就役を果たしており、満を持しての3隻目の就役となる。昨年2023年3月に、対艇型の2番艦である、枠ゲイが戦列に加わった時点で、海上自衛隊に実戦配備された潜水艦隊22隻の内訳は、前々級の親潮型8隻、前級の総流型12隻、対艇型2隻となっていた。よって、今回対艇型の3番艦、ジンゲイが、このまま、来月の2024年3月に、計画通りの就役を果たせば、これが、親潮型7隻、総流型12隻、対艇型3隻という構成に移行するものと考えられている。これら実戦配備された22隻の潜水艦隊の他に、海上自衛隊では、最古参の親潮型の2隻を練習潜水艦として運用しており、今回、ジンゲイが就役することで、親潮型の1隻が、同様の変更を受ける可能性が高い。今回のジンゲイは、およそ700億円の予算を投じて建造されたが、これは、1番艦で、ネームシップの対艇がおよそ800億円、2番艦の枠艇がおよそ720億円であったことと比較すれば、量産の効果で、多少の減額が達成されたものとなっている。対艇型は、今回のジンゲイも含め、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルと前級の、総、流型とほど同様な規模感であり、同艦をベースにした改良型であることを物語っている。そう、流型の最終の2隻と同じく、対艇型は、機関構成として、ディーゼル機関を、主として、リチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式であり、通常動力型としては、世界最大クラスの規模を誇る。ただし、今回の3番艦のジンゲイは、それまでの1番艦、対艇と、2番艦枠ゲイと同じく、重機であるディーゼル機関も、川崎重工業社製の 12V2525SB を2機搭載する形式だが、以後の4番艦雷ゲイからは、これも換装される予定である。本来、防衛省海上自衛隊サイドでは、対艇型の建造に合わせて、このディーゼル機関の刷新も視野に入れていたのだが、開発が間に合わず、3番艦のジンゲイまでは、前級の、そう、流型と同様の川崎重工業社製の 12V2525SB の搭載で建造された。対艇型の4番艦である、雷ゲイも、すでに、昨年2023年10月には、進水と命名を終えており、同艦から、新型の川崎重工業社製の 12V2531 へと重きが変更されるため、新型のシュノーケル発電システムに対応し、さらなる能力向上が期待されている。この新型のシュノーケル発電システムは、従来の鉛製バッテリーからリチウムイオンバッテリーに変更される点を最大限に活かすために計画されていたもので、短時間での充電とその際に、シュノーケルを海上に出した状態での敵からの探知を抑えることに主眼を置いて開発された。
いかに、通常同型の潜水艦が、潜航時の航行音が蓄電池を用いたモーター駆動で原子力推進艦に比しても静粛性が高いとはいえ、やはり、給排気と充電のために、シュノーケルを海面に出す精神度航行時には敵に探知される可能性が飛躍的に高まる。この状態を少しでも回避するために、タイゲイ型潜水艦の建造にあたって準備されてきたものが、新型のシュノーケル発電システムであり、今回の3番艦ジンゲイには間に合わなかったが、以後の4番艦ジンゲイからは、念願の実装が見込まれている状態である。この新型のシュノーケル発電システムを実装できていない点は、ジンゲイでは惜しくはあるが、そう、竜型の最終の2隻と同じリチウムイオンバッテリーの搭載艦とはいえ、その設計は、それを、あらかじめ前提としたものという相違がある。このことは、そう、竜型の最終2艦以降、タイゲイ型では、未搭載となったスターリング機関が出力に比して、非常に大きな装置であったことから、その廃止を果たせたことで、元より制限の多かった潜水艦内の環境にとっては、貴重なスペースをもたらす作用はあった。これによって、タイゲイ型では、海上自衛隊の艦艇として最後まで実現されていなかった女性自衛艦用の乗組に必要なスペースを確保することにつながり、専用のシャワー設備や仕切りのある居住区間を設けることに成功している。そのため、多体ゲイ型では6名の女性自衛艦が乗組員として搭乗可能なスペースの確保が図られ、世界的に進む各種のジェンダーフリーに対応すると同時に、少子高齢化で、乗組員の確保に頭を悩ましてきた海上自衛隊にも若干の選択肢の増加をも鳴らしたと言えそうだ。さて、ジンゲイの兵装面であるが、前々級の大屋潮型、前級の総流型と同様に、同艦のタイゲイ型でも、その主兵装の数と配置は踏襲されており、艦首部に 533mm 魚雷発射管を6門備える仕様からは変更はない。この6門の 533mm 魚雷発射管からは、2022年から導入が行われた対艦攻撃用の新型の18式超魚雷や、対艦及び限定的な対地攻撃能力を有するアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84L を運用することが可能となっている。新型の18式超魚雷は、従来の89式魚雷の一部を流用する形で、いわば、その改良型として開発された兵器で、およそ94億円を投じて開発され、敵のデコイに対する対応力や、水深が比較的に浅い海域での使用も前提とされている。これは、現在、日本が喫緊の課題としている、対中国海軍の艦艇への対処力の向上を念頭に置いていることを表していると思われ、比較的に水深の浅い東シナ海などの南西諸島方面においての作戦行動を想定したものだろう。また、前述したアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84L も89式魚雷と同様に 533mm 魚雷発射管から運用可能で、その最大射程距離はおよそ 250km 弱とされているが、これは、昨今の対艦ミサイルの性能としては不十分になりつつある。こうした点から、日本では、現行のイージス護衛艦から運用すべく、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルのブロック4及び5の調達を打ち出しているが、これらは、いずれも最大射程距離で 1600km ほどと言われている。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、かつての敵地攻撃能力、昨今は、これを反撃能力と言い換えた対地攻撃能力の獲得のみが大きく取り上げられているが、同時に、これが対艦攻撃用の長距離兵器となる点も忘れてはならないだろう。さて、ジンゲイのネーミングだが、旧大日本帝国海軍から合わせれば、今回で3隻目という由緒のあるもので、初代は、シンクジラの名で、明治時代の1881年に竣工した外輪船のお召し艦として、国威の発揚を図る意図を持って、様々な巡航行事に使用された。続く2代目は、シンクジラ型潜水母艦の1番艦、シンクジラとして、1923年に竣工、
太平洋戦争では開始時には第7潜水戦隊機関であったが、旧式化が否めず、練習艦となるも、終盤には艦艇不足から輸送任務に就いたが、1944年10月にアメリカ軍機の爆撃を受け、沖縄の瀬底島で撃沈されている。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も、今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また、北朝鮮は、その一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに、食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は、何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また、中国は、相変わらず、2024年年初の台湾総統選挙で、民進党の頼之清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が、従来以上に、軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には、新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は、安全保障の強化の財源として、増税の姿勢を示していることもあり、政治的には、不人気で、支持率も、下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば、防衛予算の拡充には取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず、2022年末には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連の3文書、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比で、その額は、2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して、防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を観光可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては、政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、島嶼防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装である。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第1段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、
現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、微分化し、むっこいも一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS、垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双竜型12隻、太平洋型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これが、いかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は、未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である、太平洋型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であるとめされてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる感は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘級尉しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘級は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、
意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。